はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。りーちゃんです。はい、前回ラーミアと謎の剣士を撃破しました。今回なんですけども、とある場所に行くとですね、ボスいてるということで、今回はそちらに行きたいと思います。はい、ここは、大灯台ですね。で、ここにボスがいてるらしくて、鏡調べたらボスになるとかっていう話だったんですけど、鏡といえばあのラーの鏡のオブジェが置いてるところですかね。これですね。あれ、お、なんもないぞ。鏡いっぱいあるんでどこかわかんないですけど、お、ちょっと待って、これなんか怪しい。うわ、なんやと、これか。なるほど。よし、まあまあ早速やっていきましょうか。まあ、まあその攻撃しかしてこないでしょうね。うわ、瞑想とかやるやん。これ楽勝やな。うわ、なんかいっぱい出てきた。これもこういうパターンのやつかよ。もしかしてやりたいんですけど、いてつくはどうやってくるでしょう。あ、なやこいつ。いや、ただのスライムとかじゃねえな。いや、結構鬱陶しいなこれ。あ、うざ、やってくる、やっぱり。いや、これはだるいな。
いや、これは地味にうざいぞ。マヌーサうっとしいな。まあ、いてつく波動やってくるでしょうけど。あ、間違えた。アスフロンかけて思った。うざっ。それやってくるんやな、そういうの。鉄がハードをかけてくるのちょっと待つしかないですね。よっしゃ。どうせこのスライム倒してもまた出てくるんでしょ。メタルスライムが出てくるのか。
これはシンシアに持たせておいた方が良かったかな。ちょっと失敗しましたね。いやいやいや、何してんだこいつら。倒した。終わりか。なんかくれてもいいんやけど、まあ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 、まあいいです。じゃあ次はちょっと戦闘のキャラ変えてみます。あ、来るな。ダイアンとか一番弱そうやけどな。いや硬いなこいつ。うざっ。わあ、息吸い込んだって2倍やん。強っ。いや、これ波動打ってくるんか、めんどくさいな。いった。いや、これ気合いため毎回やってくるの落としいな。でもメガザルの出はね、持ってきてるんで別にいけますけど。補助かけても意味ねえな。
毎回やってくんのっとしいな。まあ、いっか、もう攻めましょうか。おら、次はアリーナ行きます。アリーナは普通に強いでしょうけどね。なんかだんだん攻撃回数増えてきたな。手つく波動をやってけへんかったら壊ないけどな。これだんだん攻撃回数増えてきてるから、早く倒した方がいいな。なんかローテーションみたいになってる？これもしかして、なんか一回だけやったで今。
まあ、5回やったね。よし、はい、じゃあ次は新車先頭で喋ってみます。来るんかちょっとグラ違うけど、まあいいか。あれ？だから今ライアン食らわなかったな。まあいいか。うわ、やってくるんか。毎回やってくんな。避けるとかあんの？え？避けてるやん、さっきから。呪文避けるとかすごいね。また避けた。いやいや、避けすぎやろ。あれ？あ、やられた。なんかこいつ早なってきたな。なんか中途半端やな。
うわ、あーなんかやってくんな。なるほどな。補助かけられへんな、ほんなら。これアリーナ行き返してもすぐやられそうな気するけど。うお、ビッグバンやってくるの。やってるやん。多分アリーナすぐやられるんで、これ装備させておきましょう。ビッグバン避けるってすごいな。おら、作戦が必要や。はい、次マーニャ行きまーす。強っ。食らいすぎやろ今の。いや、不思議な踊り、うっとしいな。呪文聞くんかな、こいつ。ちょっと一回作戦をね、これでやってみましょう。ちょっと無駄なターン使いたくないんで。いや、呪文聞かんってことやな。叩いてるってことは。食らいすぎやろ。モシャスかけてもあかんかな。一回これで行ってみよう。
やってくるな。今回もアリーナすぐやられるんで、メガザルの腕は用意しておきましょう。やってくんな、ただの無駄行動だ。よし、はい、次はブライですね。一旦このブライ倒したら今回は終わろうかなと思ってます。おお、すげえ、めっちゃやってるやん。なんかあ、鉄が波動かけたらあかんやん。なるほどな、いい作戦やな。か、かにかけといて、多分打撃大したことないんで効かねえな。ちょっと待って、こいつの中だんだん攻撃が上がってきてんじゃん。だるいなそれ。よし、みんな頑張れんしょ、もう一回。
聞かんて。何や聞かんて。いやこれ結構チートやな、これ。これはやばいやろ。期間とかはないやろ、さすがに。聞かんな。配信通しとけば関係ないんで。多分これはね、もうこう星降るで遊びしてても多分意味ないんで、こうメガザルにしときます。全員。全員じゃないけど。まあ、いっか。新車だけあんまないんよな。うお、倒した。ああ、強かった。よし。ちょっと待って、ちょっと待って。そういうパターンある。ああ、危ないとこやった。よっしゃ、じゃあ戻って、脱出しまーす。では今回はここで終わりたいと思います。次回、おそらく最終回になるかなと思います。まだ戦ってないメンバーもいますんで、
入れ替えて一応全員撃破をねしていきたいと思います。多分それで終わりちゃうかなと思います。それでは、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また、次回の動画もご視聴ください。